Welcome to TGK Lights Up TV! ということでね、今回は2年ぶりですね。はい。ツッチーコーチに来てもらいました。イエイ！お願いします。ということで、2年ぶりに何をしていくかというと、この場所は2年前のあの場所と一緒ですね。キーババトルの京都大会に行くので、特訓にね、付き合ってもらおうかなと思いまして、あさって、そう、2日後ですね。2日後に、実はキーパーバトル、熊本大会を私たち控えておりまして本戦に出場するということでちょっと練習も含めてねやっていこうかなと思いますので頑張っていきましょう。おそれは中山真剣TGK ライトアップ TV はレッツゴーでいい。あーレッツゴーですね。レッツゴーなんです。じゃあいきます。レッツゴーレッツゴー。じゃあまずは試しに1回キーパーバトルで土屋コーチと対戦していきます。でちょっとハンデとしてちっちゃいゴールをもらいましたんでそれでちょっと対戦していきたいと思います。コーチからやられた自分のやつがまさにそれです。あれね、はい、あれはね難しい。あれなんですよ。あれね高いボールと中間のを引けても高いのと低いのだよね。はい、であれをちょっと練習していこうか。はい、行きましょう。レッツゴーということで練習していくんですがまずはちょっと体が私たち割と重い組なんですよ。なんでちょっと体を浮かせるためにちょっと筋力的に負荷がかかるフィジカル要素のちょっと高めのトレーニングをしていきたいと思います。で低いボールと高いボールに対してしっかりこう足を離してダイビングに飛んでいくためのまあフィジカル的なトレーニングということでやっていきたいと思います。まずはボールを置いてもらって両足ジャンプでその場にまず立ちます。はい、いきますか。せーの。はい、でそこから 1,2 で踏み込んで、はい、1,2 でダイブいきます。でボール捨ててもらって、まあ、くるっと回ってもらってここに対してポンと高いボール投げるのでそこをダイブ止めるというなんとも過酷な映える練習ですね。いわゆるいわゆる映える練習にもなるんですけど、まあ最初の後、はい、やっやーっ最初の後やっやーっや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 っえー、足を離して飛ぶも大事だけど、はい、球を出したいと思ったら
なり嬉しかった。これを意識しよう。グッて動いちゃダメね。はい、前です。腕腕ナイス。はい、腕振ってナイスキーパー。あと、あフレームアウト。腕振ってコンパクトに腕振って、うわーナイスキーパー。ナイス。あとでも岩崎触れてませんでしたからね、そのボールに。リベンジっす。ナイスキー来た。ナイス。えぐいっす今のは。じゃあ最後はあの腕の振りをちょっと意識してコンパクトに早く腕を振るっていうので4本連続、下下上上で左右で4本飛んでいきたいと思います。はい、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 じゃあラスト腕の振り意識して勝負していきたいと思います。レッツゴー。うわー、ナイスキーパー、えぐい。うわー、ナイスキーパー、えぐい。あー、全然違う。ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。きついね。きついです。ちょっとやばいね。やばいですね。やっぱりでも体格からのシュートはあの入らないかもと思うから難しい。難しいですね。だからあれをやっぱり見逃しちゃダメね。行かないと。だしもうちょっと整体して前に出てもいいのかなと思うから。あ、そうですね、うん、だからポジショニング大事。いくら腕振ってダイビング伸ばす、飛ぶ距離伸ばしても腰悪いとね。そうですね。どうしてもやっぱ届くところでも腰悪かったら届かなかったりするんで。そう。ちょっと福岡大会は3位。3位です。入賞。はい。私京都大会予選敗退なんで。あの決勝トーナメント1次で敗退してるんで。行きましょう。前回よりも上の順位をお互い目指して。はい、他にね、広い講師たちもいるんで。はい。頑張ってやっていきましょう。応援よろしくお願いします。お願いします。ということで、ズッチーコーチ、光コーチ頑張ったんじゃないっていう人は。いいねボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ではまた次回の動画で会いましょう。 See ya。 疲れた。